インスブルック中央駅は、オーストリアチロル州の州都インスブルックにある、オーストリア連邦鉄道の鉄道駅。RJECIC を含むドイツ、イタリア、スイス、ハンガリーへ向かうすべての国際列車が停車する、西オーストリア最大級の駅である。オーストリア国内路線では、ザルツブルク、ウィーン、グラーツ、ブレゲンツ行きの直通列車があり、国際路線では、ベローナ、 ベネツヤ、ミラノ、ミュンヘン、ハンブルク、ベルリン、チューリヒ、バーゼル、コペンハーゲン、ブダペストへの直通列車が運行されている。また、ヨーロッパの高級長距離列車オリエント急行も、インスブルックに停車する。1853年に建設され、今では1日におよそ2万5000人もの利用者がいる、オーストリア国内でも最も利用されている駅の一つ。駅は、 オーストリア連邦鉄道によって所有、運営されている。インスブルック中央駅は市内中心部から徒歩で約10から15分のところに位置している。北西に旧市街が広がっており、徒歩で移動が可能。中央駅前はバスと路面電車、タクシーの乗り場になっている。ウィーン中央駅から RJ 直通列車で約4時間10分、ザルツブルクからは RJ 直通列車で約1時間50分、周辺諸国からの所要時間は、ドイツのミュンヘンから EC で約1時間50分、スイスのチューリッヒから約3時間40分。シロル地域の鉄道路線の開発は1850年にオーストリア帝国の可開しされた。3年後、皇帝フランツヨーゼフ一世は、インスブルックからイン川を横切って、 ベルグルまでの路線を作ることを承認し1854年、この路線はバイエルン王国との国境の町、クフシュタインまで拡張された。土木建設でトップだったフランツ・チルベンカがデザインした鉄道駅はオーストリア帝国の中で最も美しい駅舎と言われている。1924年1月1日、オーストリア連邦鉄道はオーストリア南部鉄道から すべての路線を引き継いだ。1927年、駅は収容人数を高めるため、一度改装工事を行った。出発ホールのフレスコ側、ルドルフ・シュトルツによって描かれた。駅のホームは真下の地下鉄とつながり、トレインジェットは屋根に作り変えられた。同時に、事業総局は駅の北ウィングにあるクロックタワービルに移動した。シュトゥーバイバライトラム。 戦後1980年代の駅舎、第二次世界大戦の終わり、連合軍の爆破によって駅舎は完全に破壊された。後に、オーストリア連邦鉄道の建築家は、数人の有名な建築家のデザインを組み合わせ、1950年代のスタイルの機能的な駅舎に建て替えた。1954年、オーストリアの画家マックスワイラー、マックスワイラーは、 駅構内のデザインを描く契約を交わした。しかし、彼は壁に2枚のインスブルックの遺産を代表する抽象的なアートを現代的に描いたとして議論を集めた。インスブルック中央駅はリーグラー・ライの建築家たちによって建設され、2001年に非公式を行い、2004年5月19日に新駅舎が正式にオープンした。 北東の時計塔も1920年代のものから改良した。この改装工事計画の総費用は当時のお金で2500万ユーロ。現在の駅舎現在の駅舎のメインホールは地下から2つのトンネルを通り乗車口まで抜けることができる。メインホールから地下駐車場までも移動可能になっている。また、駅舎の北側はオフィスビルに隣接している。 マックス・ワイラーによる印象的なフレスコ画は1950年代に外され新たな駅舎にはめ替えられた。新しい駅舎の改装工事とほぼ同時に街の中枢となる公共交通機関が駅の前に作られた。インスブルックの路面電車も地域や都市のバス路線、タクシー、シュトゥーバイタール鉄道の交通機関を提供している。インスブルック中央駅は チロルの地方から都市まで通勤通学の重要な役割を果たしており、また、オーストリアから東西南北の交通のためのハブ駅となっている。東西交通ウィーンザルツブルクベルクル、インスブルック、ブレゲンツ及び南北交通2007年12月以来、駅はチロル S バーンのライン S1、S2 及び S3 及びラインの終点、S4 と S5 の中心の駅となっている。 バウムキルヒエン東とベルグル中央駅の間の路線はオーストリアの最も交通量の多い鉄道の一つである。また、それゆえ、点、ベルリン・パレルモ軸点、ベルリン・パレルモアクシスの一部、四つの線路が現在、再建されている。インスブルックからスイスのバーゼルへ出発する BBU ロシティ下のものがインスブルック中央駅の鉄道網。国内線国内及びドイツ。 南チロル国外 BBU ロナイトのウィーン、ミラノ間の列車はベローナで接続。国外インスブルック中央駅はイブブの主要駅になっており、バスと路面電車のハブ駅となっている。ほぼ全ての路線がインスブルック中央駅に停車し、バスのライン F はインスブルック空港へつながっている。駅前からは市内へ向かうカイロのみならず、地域へ向かう回路など、 様々な方向、目的地へつながっている。This article is based upon a translation of the German language version as at July 2011. ありがとうございます。